さんこんにちは、飲んだくれ姫りんごです。今日はねこの鮭698円かな、この大きさで買ってきましたので、何品かね作っていきたいと思います。はい、ちゃんちゃん焼きをね作っていきますね。今ホットプレートの上に鮭を並べていきます。そこにバーッとね、もう片手なんですいません、バーッといろんな野菜をねかけちゃいます。はい、もうあのいろんな野菜ね、お好きな野菜ね、この上で私はほぐしてしまいますけれども、はい、そこにバターを何個かお好きな量をね入れて、はい、そこからね、特製味噌、はい、ガーッとかけて、これから蓋をしてね、15分蒸したいと思います。はい、あとはね、今、ちゃんちゃんこを作ってるうちに、この味噌汁のね、ステーキを焼きたいと思います。はい、ちゃんちゃんこが今できましたね。で、珍しくね、うちのね、あの主人が焼いてくれました。今日はね、味噌汁のステーキ、あともう一本、もう一品、山芋とね、椎茸と、あとあの先ほどの大きな鮭の切り身でね、今炊き込みご飯を作ってますので、それまでにね、乾杯したいと思います。はい、皆さんこんにちは、飲んだくれ姫りんごでございます。今ね、ちゃんちゃん焼きができて、ステーキができて、あともう一品ね、鮭と山芋と椎茸のね、炊き込みご飯作っ、もう少しでできるんで、その前にね、ちょっと乾杯させていただきたいと思います。はい、お父さんもね、今日いるので一緒に、はい、それでは皆さん、今日も一日お疲れ様です。乾杯。ステーキね、ちょっとあの私顎関節症なんで硬かったら困るんで、あの切りました。レアかな、ミディアムにしてほしかったけど、贅沢は言えない、焼いてもらったんでね、いただきます。うん、肉肉しい。うん、おいしい。この2切れで300何本ですね。で、はい、お待たせしました。この先ほどのね、長い鮭ね、こんなになりましたよ。分厚く切ってね、もうすごいね、火取って、あーすごい、あーちょっとね、下向けますね。はい、このような感じで、今ね、ピーマンもキャベツもあんまりぐちゃぐちゃにしてないんですけどね、ちょっと嫌なんでね、はい、ただ先ほどあの入れた通りの状態で、あんまりぐちゃぐちゃに混ぜてまして、人参、しめじ、玉ねぎ、はい、こんな感じだね。はい、これでいただきたいと思います。すごい美味しそう。安いですよね、あの大きさで698円。今日は鮭、ね、やるんです。本当にね、失礼しました。もう私のことをご存知の方は、よくこぼす女でございますのでね、気を取り直して飲みたいと思います。乾杯。はい、じゃあそれではね、こちらをね、もう冷めちゃうよね、本当にね、もう、はい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 、いただきたいと思います。大きなね鮭、はい、いただきます。
シピがあって、お味噌とみりんとお酒と醤油と豆板醤とニンニクだけでやりました。おいしい。日曜日はね、手抜きデーなんですけど、せっかくね、安いあの鮭を手に入れたので、炊き込みをね、これは簡単なんですよ、ちゃんちゃん焼きは。炊き込みはね、ちょっと、4合だけやりました。でも、炊き上がりまでお待ちください。うん、はい、ではね、もうすぐね、もうちょっとなんですよ、炊き込みご飯が。山芋と椎茸とね、あの鮭のね、その前にちょっとね、私はちょっとさ、最近気に入ってるこの本絞りのね、もう皆さんご存知だと思いますけど、指揮官っていうのがね出てたのと、あとこちらね、イーチコのね町のハイボール、これをねちょっとね飲みながら待ちたいと思っておりますのでね、まず飲んでみますね。イーチコはね麦焼酎ですもんね。あー、すごいいい香り。私ごめんなさい、指揮官ってよくわかんないんですけど、多分柑橘系には間違いないと思いますけどね。ちょっとお父ちゃんと半分ずつ飲みます。乾杯。うん、やっぱこれだな、私本絞り。本当にこの無添加っていうのにね、無添加っていう言葉がね、やっぱりね、他のと比べるとね、うん、嫌な香りがしないんですわ。飲みやすい、本当に。うん、本当居酒屋さんでね飲んでる生のね、サワーみたい。うん、この色感はわからないですけどね。こっちはちょっとあれですよ、なんだかねわかんない、2種類あったんですよね、このイーチコの下町ハイボールで。別に味は特にないと。はい、うん、ハイボールですね。イーチコのハイボールはどうなんでしょうね。うん、あー、おいしい、おいしい。なんでなんでイーチコこうなっちゃうのこれ。うん、あ、おいしい。お父さんは、うちの主人は麦派なんで、おいしいね。さっきレアだったので、またうちのお父ちゃんが焼いてくれました。またいきます。まあ美味しいね、こっちの方がね美味しい。うん、さっきね実はちょっと硬かった。うん、よく焼きの方がいいですね。美味しい。じゃあそろそろご飯が炊けたので持っていきたいと思います。はい、炊き上がりましたね。こっからね、この皮を剥いで、骨を取ってね、ほぐして盛り付けして食べていきたいと思います。はい、それではそれでは炊き込みご飯できましたのでね、食べてみたいと思います。おこげがね、できてんでしょ、おこげ大好き。いきます。山芋も入ってる。うん、おこげ美味しい。うん、うん、最高です。もうね、今ねご飯炊ける前にもうね、見てくれますかこれ。どんだけ食べるんだよって。しかも私はね、これにウイスキー入れて飲んでますからね、もうすごい、もうヘビレケ。ご飯が待てなくて、鮭のちゃんちゃんこにうどん入れて食べてます。もうおかしなことになってますけどね。ということで。今日もね、ほんとご視聴ありがとうございます。日曜日はめったにね、こうやって作らないんですけど、鮭がね、大きさで698円ということで、解凍してしまったので、今日は仕方なく作りました。
もう本当に大満足です。鮭尽くしでね。はい。またね、このチャンネル気に入っていただけたら、ぜひね、グッド、チャンネル登録お願いしたいと思います。ではでは、この辺で、次回の動画でお会いしましょう。飲んだくれでした。バイバイ。